はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。バイオハザード RE4 チャプター13の後編やっていきたいと思います。で、今スティングレイをちょっと持ってきたので、これにパーツ購買率つけて弾込めて、スティングレイの方が攻撃力は強いはずなんで、ちょっともう一個の方はね、弾使い切ったんで、使い切ったっていうか3発残ってるけど、まあそれは別にいいでしょっていう感じです。アシュリー、アシュリー、Come on, Ashley, wake up! Shit! Hang in there. 目を覚ましたところでどうにもなんないからね。で、ここ降りると、あ、見つからなかった、やった。あいつだけでもなんか殺したい。いや無理か、いけるか。くる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 、ボン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 。いやまずいな、弾がめっちゃたじろいでるぞこいつ。ハンドガンでいけるか。ハンドガンにした途端なんか近づいてきたな。イノスケ、さらばだ、ベルベット。さあここにアシュリーがいるけど無理で、ロックされてんのよ。カードキーがいりますねと。でこっちも行けないから、はしごを登って上に行って回収からの、ここにハーブがあって、これでクラフトしよう。アーマーがないからマジでダメージ食らうんだよな。おう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 、見つかってしまったよ。来るか、ちょっと一旦リセットして。全然見つかってるわ無理だ。手榴弾がもう一個ずつか。ガンパウダーがそこそこあるね。作るか、なんかマグナムの弾はさっき結構無駄したからな。どう、猫だろ。いや見つかってんな、全然見つかってるわ。この状態で来る、お、お前来るじゃないか。来るか、一応蹴っとこう。蹴りはダメージ入るからね。来るか、あ来るな、こいつも。あやばい、止めさせていきたい。壊れたけどしょうがない、逃げろ。頭狙って、でサクッとやって、ライフルか、いいね、発発。ここにハンドガン、アイテムからの、今なんかあっちにいたな、狙えるか。ドン、ちょっと無理か。あ来た来た来た、ドン。体なんかアーマーみたいなの着てるからか、どこ狙えばいいんだよ。だってこいつ、お前頭、よし、ライフル、ありがたい。これは、あ箱がある。ちょっと待って待って待って、危ねえ、ライフルの弾を使ってしまうとこだった。
で、ここはなんかキッチン部屋みたいな感じなんだよね。で、弾があって、後ろ行って、で、開けて、ネズミがいて、中出てきて、かわいそうに。で、この裏側に、アタッシュケースがあって、ベルベット。ここはこれだけか。で、こいつは特に何にも持ってない。で、ネズミは死んだけど、なんか特にって感じだよね。さあ、お仕事の時間。アーマーを直してもらおう。まずこれ直して。マジ、ボディアーマー、重要すぎるでしょう。で、これどうすっかな。威力上げたいんだよね。いや、スティングレイかな。もう一回いけるか。 4.5 でかいな。 4.9 かなりでかいな。ただスティングレイって限定仕様が、まあ攻撃力上がるわけじゃないからね。金的なものはどうだっけ。ゴレンバンクルが売れるのか。でベルベットも3つあんな。スプレーって売ってんだっけ。今のスプレー状況どう。あー、まあ1個プラスか。あ、卵がある。卵食おう。それなりに回復するかな。ありがたい。この卵でもさ、あんまりだよね。あんまり量産してくんないんだよね。さあ、ここから来て、で いっぱいあるんだけど、トレジャー、トレジャーくらいで、変なやつがいます。まあ、変なやつがいるっちゃいるんだけど、まあまあまあ大丈夫。回覧板、カードキーの更新について許可がおりました。解剖室共用レベル1カードキーご持参の上、冷凍室の書き換えでレベル2、培養室でレベル3、許可を取ってください。レベル3のカードキーを手に入れましょう。で、ガチャッとやって、で、電気がこっち側に通じましたと。なのでこっち側に行けるようになりました。救急スプレー、ありがたい。ガシャーンって何かあるんだっけ。あ、ガンパウダーとレッドベリル。あ、レッドベリルか。ここの印はで、これが電気を通さなきゃいけなくて、まだ通じてないんですよ。で、どうやるのかって言ったら、まあ、よくわかんない、正直。で、これか。これをどう流すんだ？で、こうか。開いた。いまいち正解がわからん。ガシャーと、超変なやついて。Christ. What kind of experiments are they doing here?これ何の見てもよく分かんなくて。で、こっからなんだよね。リヘナラドール、体内に複数宿主がいます。無限に再生し続けます。それを壊さない限り。で、特殊スコープで覗いてみると寄生体の生命活動が確認できます。まあ何個も心臓があるみたいです。で、同僚のキザエローに教えてやった、危険だと抜かしながらバカなやつだ。で、実験体が暴走した。バカだったのは私でした、というところで、レベル1カードキー。さあ、ここから恐怖のお時間です。こいつマジどうすんだよ。
て、そうだね、やっぱりあれが欲しいね。一旦おびき寄せの、なんで今こいつ横に逃げたんだ。ガシャ、金塊金塊、インゴット、どけ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 、痛い。金に目がくらんだ男の末路だ。で冷凍室に行って、このカードキーさーってやって、Gotta switch the power over. 電源を切り替えないと。マジか。そういやそうだったな。先へ言ってくれ。であそこに入るためにはこっちに電力を通さないといけない。で結局また逃げ続けなきゃいけないんで、あいつどこにいる。あ、どこ行った。どっか行ったな。まあいいや、よし、ロック解除で、ここにまた電気があるんだよな。電気を通さなきゃいけなくて、でこっちをピコピコやって、あーこれでいってんな。割と早かった今回。よくわかんないけど。でこれがねサブマシンガンなんだよね。でサブマシンガンがね、ただいるかって言われたらちょっと微妙なところはある。でこの中までにあいつ入ってこないはずだから、で入ってこないんだけど、これを書き換えなきゃいけないと。で書き換えに時間がかかる。でもっともっと絶対怒ってくる。こいつをマジねグールグールしなきゃいけないのがめんどくさい。来てんな、危ない。危ない、よし書き換え完了、取りに行こう。で回収して、あ痛い、まあ、どうせ食らっちゃうね。でしかもいるんだよなあいつが、まだもう一体が。その間にレベル2で機械室、よし、ショットガン、ショットガン今何発、6発か。まあまあまあだいぶあれだよな。ちょっと待って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 、どういうルートだあいつ。倒せるんだったら倒したいよって思ったけど、いった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 、めっちゃ切られたんだけど。これを使うか。なんか結構いっぱいいるな。強い、ちょっと最悪のとこに入り込んだな。くっそー、ちょっと一回上に逃げよう。やっぱり背中を、あれあいつぶっ倒れ。あれ当たんねえのかよ敵はよ。あれあいつどこ行ったんだか。逃げてったんだけど。
意味がわからん。帰ってきた。え、もしかしてかぶってきたとか。あれもブシャってなる。もう最悪だな。投げるか。プレゼント for you。回収しよう。サブマシンガンはもういらないな。でここにハーブ黄色があって、なんかここにもあったよねさっき、ガンパウダーか。でハーブがないから、これって壊せる。先行手榴弾でライフル、ライフルも込めとこう。最悪サブマシンガン使うかっていう感じだよな。でこっち来て、でなんかあったな、破片手榴弾。ここら辺はカシャ。サブマシンガン、ハーブ赤、ハーブの緑が欲しい。ここは壊せない。アイテムをね、回収してからなんかいろいろやろう。ハーブ緑、やったあった。早速作れる。緑黄色からのこれ、よし。ここもあるな、ライフルの弾。重宝するかな、ライフルの弾マジで。待って、よし、ショットガンもゲットして、で脱走事故、工具があります。特殊スコープがあります。で工具が必要ですと。あ、開けるには工具がいる。さあ、でこれをスティングレイか、スティングレイのパーツを特殊スコープにして、でその何が書いてあったのかっていうと、もうすげえシカトしたけど、実験体が暴走しました。で7人が死亡して19名が重軽傷を負いました。今も1体の遺体と工具が実験体の中に取り込まれたままでありますと。で実験体がここにいて、ちょっとサクッとでスコープで覗いて、おお、ちょっと待って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 、ドン、ドン、でドン、オッケー。これ爆発すんじゃない？爆発しないか。あ、爆発するわ。レンチ、あ、やった、手に入れた。なんか前レンチこいつだったんだよね。手前から倒してって最後のやつだったんだけど、それはあれなのかな、ランダム性なのかな。でこれやるとまたね、でカードはめて、来るか。いるな。もういいや別に。お、最悪。ここは使うか。おめえどっから来んだ。げっ、やっぱりリヘナラドル来んのか。これはさすがにアリンってなったらちょっとまずいよな。掛け完了。あいつがただあそこにいるな。よし、こっちに来た瞬間にカードキーをパクって、アシュリーを救出行って、逃げるっしょこんなの。ダイナマイト野郎がいるやんけ。邪魔だ、もう一人で爆発してろ。でカードやって解除して逃げる。ではい、ベルベット、こっちまで追っかけてこないか。意外に根性のないやつらだな。で
カードキー3。アシュリー。進行が進んでいる。めっちゃ速攻性あるよね、この薬。You're gonna be okay. で、自分も結構やばいと。というわけでチャプターエンド。まあリザルトとか新しいやつは何もないんですけども、じゃあチャプター13はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価していただければ幸いです。